せ。へえ。くれてやるわい。うわぁ、なんてこと。おい、あれは何だ。あれはもしかして幻の大陸ロストヘックス。とりあえずあそこに着地だ。そうだね、着地するよ。振り落とされないでよ。わかるわ。大丈夫、ソニックとテイルスに任せておけば心配いらないんだから。ねえソニック、だからやめろって。動物さんたちは取り戻せたの？まあ、とりあえず一つは取り返したぜ。何って？何？たった一つだと？一体何やってやがる。俺なら他の子たちも急いで。ビッグマンをほっといたらまた何をしでかすかわからないわよ。任せとけって。憎たらしい動物どもを忠実なメカに変える。見事じゃろ。こいつらを使って一気に決着をつけてやるわ。ネズミごときに大層な作戦だな。理解できたのか。お前さんたちの出番も用意してやる。それまで黙って言うことを聞くんじゃな。今度こそソニックともお別れじゃ。ネズミ一匹敵ではない。俺様が出るぜ。やりたくてうずうずしてるんだ。構わない、遊んでやれ。ただしやりすぎるね。適度に泳がせる。へへへ、わーってるよ。やってるぜ、キューソニック。さて、エッグマンのライバルどこで。ヘイエッグマン、いよいよ観念してお友達に相談か。ねえ、友達じゃと。紹介してやろう。こやつらはエッグマン6機種、わしの最強の部下じゃ。ザーズ、こいつが貴様の敵じゃ。さっさと叩き潰せ。言われなくてもやってやれ。さっきから戦いたくてうずうずしてるぞ。マヌケなロボットと同じ匂いがするぜ。てめえ、俺様に言ってんのか。さあね。冗談だ、許さねえ。さて、わしは忙しいんでな。あとは任せたぜ。ボコボコにしてやるよ。ついてこいや。オーケー、じゃあ一丁遊んでやるか。調子はどうだ。大丈夫か、テイルス。今までに比べれば楽勝だよ。ああ、この前も爪楊枝一本でコンピューターの修理に挑戦したんだ。そっか。それに比べたらいつも触ってるプロペラ修理ぐらい朝飯前さ。わお、心配した俺がバカだったぜ。バッチリ元通りじゃないか。でしょ。行こう。ああ。元気で生きのいい動物たちを集めてこいって言ったのに、こんなしょぼいやつしか集まらんとは。呆れて物も言えんわ。貴様の細かい注文にいちいち答えてられるか。もたえする気か。黙って言うことを聞くんじゃな。おい、そこのデブ、
次はお前が行ってくるんじゃ。お前だってデブだろうが。何？うまい。さっさとソニックを始末してこい。代わりに特製サンドイッチをやる。やばいんだな。いただきます。うわあらでかああわしの基地が。パワーが安定しておるか。パワーレベル安定、エネルギー吸収開始。太陽切らんかい。やあボス、なんで切るんすか。最高にハイだったのに。やかましい、黙っとる。吸収力を調整せんとな、星ごと吹っ飛んでしまうわい。なるほどな。あ、一ついいかな。飯食った後に動けるのか。これはおやつなんだな。おい、うわっ、食事の邪魔をすんでね。おいおい、振り回すなよ。黙ってろ。だあ、マスタード忘れた。取ってこなきゃ。へい、どこ行くんだよ。わしが貴様らを復活させ、最高のメカまで貸してやった。バカでかいサンドイッチまでくれてやったのに、全く役に立たんとは。なんで貴様らみたいな役立たず。あのホラガイが怪しいな。今調べるね。で、ソニック、まずいよ。あのエクマが。あらエグマン、こいつでチェックメイトだ。なんてことを。何のおもちゃか知らないが、切り札はもうないぜ。知りたければ教えてやる。あれはロック州を制御する唯一のものじゃ。どうなっても知らんぞ。絶望の始まりだ。クズどもに地獄を見せてやれ。泳ぎはのこぼす。この状況はシャレになんないな。急いで離れるぞ。助かったよ、ソニック。キューボット、キューボット、ひとまず解散にある。くそ、ヘイルスの言う通りだったな。対策を考えないと。またボイスチップがめんどくさいことに。こっさんです。親方のちゃんこは世界一です。こうなったのも全部貴様のせいじゃぞ。苦労して見つけた奴らの弱みを蹴り飛ばしよって。ホラガイの発する周波数が彼らの力を抑制してたんだね。その通りじゃ。奴ら磁場を狂わす珍しい特性を持っておる。つまり電子機器を狂わし自由に操れるというわけじゃ。わしのメカも例外ではない。だからあのホラガイで制御しておったのじゃ。元はといえばお前のせいだろ。今度は何を企んでるんだ。わし知らんからな。勝手にせい。オーケー、じゃあこうしよう。今回の原因がエッグマンだと思う人、手を挙げてくれ。あれ、不思議なことに全員手を挙げてるよ。わしは挙げとらんぞ。
わしがのんびり趣味の盆栽に手を出せるようになるのは、あの小賢しいハリネズミを葬ってからのようじゃの。マスターチーク、あなた様のお手を煩わせるまでもありません。ここは我々で、無用な気遣いじゃって。こやつらよりは頼りになるじゃろう。あのハリネズミ、良い動きをしておったわい。そこは見えたがな。そんなことよりおら、あいつらまとめて食ってみてえだよ。なんじゃ、仕返しか。それよりいいものを見せてやる。うまいものか。まだ未完成のようだが、星の命と引き換えにそのエネルギーを吸収するおもちゃだ。ほほう、興味深いではないか。ご覧ください。吸い取ったエネルギーで我々はさらに強くなることができる。ねえソニック、一体何が起きてるのよ。どうした、何があったんだ。知らないわよ。なんだか星の命が空に吸い取られていくみたいなの。植物も動物もみんな冷たくなっていくのよ。エミーは安全なところに逃げてくれ。なーに、俺に任せとけって。このわしとしたことが最悪の作戦しか浮かばんわい。今度はどんなくだらない作戦を思いついたんだ。生意気な口を。だがロッキシュどもが何をしでかそうとしてるか知れば、少しは話を聞く気になるじゃろう。一体何をするつもりなのさ。まずどうぞ。やつらは自らのパワーアップのために未完成のわしの発明品を使ってこの星からエネルギーを根こそぎ吸い取るつもりじゃ。なるほどな、エミーの言ってたことか。まさか壊しに行こうって考えてる。もちろんさ。ああ、ダメなのか。ああ、当たり前じゃ。そんなことやってみろ。衝撃を与えた瞬間にこの惑星丸ごと大爆発に巻き込まれ跡形もなくなるわい。他に作戦はあるのか。最悪の作戦がな。いいか、機械はわしが止めてやる。しかしロッキシューの邪魔が入るじゃろう。そこで奴らを排除してもらいたい。ほんと都合のいい話だね。そう言うなって。ごめん。黙れテイルス、わしだって好きで貴様らなんぞに頼んでるわけじゃない。冗談じゃないぜ。へえ、お前が俺にお願いなんて怪しい気もするけど、まあ星のピンチだし協力しますか。ったく、あっちにもこっちにも一体いくつ工場が必要なんだよ。どっかの誰かが壊さなければこんなにいらんわい。できた。わお、直してくれてありがとう。任せといてよ。簡単に壊れるなんてちゃんと作ってない証拠だね。こやつらに頼ろうとしたわしがバカじゃったのかの。へえ、分かってるみたいじゃないか。Wait!早速喧嘩を始めてどうすんだよ。二人とも落ち着けよ。でも仲良くなんて無理だよ。あの機械を止めるにはエッグマンの協力が必要なんだ。僕には止められないと。違うよ、別にそういう意味で言ったんじゃ。もういいよ、ソニックは僕よりもエッグマンを信頼してるんだ。そうじゃないさ、今は俺のせいで大変なことになってるんだ。分かってくれよテールス。こんな時にまで喧嘩とは先が思いやられるわい。はあ、お前のせいだろ。
ここで何をしている？休憩中。お前に行くように命じたはずだが。休憩時間は例外でしょ。問題ある？休憩時間が長いように感じるが、まあいいだろう。あら、冷静で。あ、そう。事務的だが。まあね。仕事だけは完璧だ。あら、そろそろ仕事の時間ね。もう少し仕事好きだと助かるがな。めんどくさい相手だ。ほんと、いろんな意味でね。調子が良さそうで何よりだよ。ソニックズ返事を。そしてだらしない腹のエッグ。貴様の思い通りにはさせん。だらに野望を抱きよって。貴様の発明品、なかなかのものだ。自称天才を名乗るだけのことは、星のエネルギーは非常に高純度でね、力が溢れてくるよ。そりゃよかったな。お前らの星ももうすぐ死に絶える。やはー、てめえら全員高純ヘル。おのれ、ここまでわしを小馬鹿にして無事で済むと思うがよ。貴様ら全員その手で始末してくれる。ボス、大丈夫ですか？悪の天才科学者を馬鹿にしようって絶対に許さん。懲りない女だな。あんたのせいで私の評価下がりそうなのよ。だから本気で相手してあげるわ。そりゃあ悪かったな。お互い様ってことで。あら、意外と素直じゃない？おっと、勘違いしているみたいだな。手加減して悪かったって意味だぜ。はあ、上等じゃない。私の本気見せてあげるわ。中身はないのに頭はある君にぴったりなボディだ。どうかっこいい。冗談で物を作るレベルは完璧だね。どっかの誰かさんみたいだよ。あ、待てよ、いい考えがある。この大陸ごと六州どもをまとめて始末する方法ならあるんじゃが、これしかないかもしれない。そんなことしたら大陸に住む動物たちだってやばいだろ。まあ何かを得るには多少の犠牲も。多少の犠牲？ストーリーデイル、ターン。なんてこと。違うんだ、わざとじゃないんだ。戦闘用メカにくっつけるアホがおるか。確かにその通りだね。そのありがとう。で、重いんだけど。らしくないじゃないか。さっきまでの冷酷なお前が宿敵を助けるなんてどういうことだ。たまたまじゃ。エイルス、どうしちまったんだよ。お前もいつもらしくないぞ。うっ、頼られたかったんだよ。ソニック、想像以上にやるな。どれ、エッグマンの技術も手に入れたしの、改造手術でもしてみてはどうじゃ。メカハリネズミですか。面白い。さすがです師匠。なに、お前さんも同じことを考えておったろう。さあ、そろそろピリオドを打つとしよう。なんか変だな。動物たちは俺が助ける。ソニック、罠だよ。デイルス、ノー。そんなバカな。デイルスの行動は見事じゃった。彼の犠牲を無駄にするんじゃない。助けられたはずなのに。
こんな時に俺が一番呪いなんて。バラがそこにいるんだろ、感じる。おい、テイルスをどこへやった。え、ソニックが目の前に。ふざけるな、捕まったのは俺の仲間だ、返せ。ああ、神とは時に残酷を好むと聞くが、青き者との決着を好まれるとはね。青き者との決着は我が運命だが、今はその時じゃない。ベーケン、あ、トゥー。ようこそソニック、待っていたぞ。あれ、青くないだよ。ふん、この役立たずどもがネズミ一匹捕まえることができんのか。まあいい、貴様でも十分役に立つ。はあ、なんと皮肉な運命か。捕らえたはずの青き者は外で。もうしてるわ。貴様との千年にわたる決着、この力を解き放ち、死のワルツを奏でようかと。テイルスの代わりはすぐに見つかるさ。What?俺がテイルスのことを諦めたって。違うんだ、ボスみたいに嫌味を言いたかったわけじゃなくて。わしはここにいるんじゃがの。ふん、お前たちに心配されるとはな。テイルスは必ず助けるさ。ボスとは違って仲間思いでいいよな。テイルスが羨ましい。お前ら、わしをバカにしてんのか。元気かね、ソニック。ああ、ようやく見つけたぜ。それはこっちのセリフだ。あんな小狐ごときに用はない。まずはテイルスを返してもらおうか。構わん、ただ少し取り込み中でね。改造が終わったらすぐ返そう。なんだと。あいつらテイルスをロボットにするつもりか。どうすれば。ロボットになるってそんなに悪くはないけどね。お前が言うなよ。こっちは余計なものに当てついて、まるで悪夢だよ。また仲間を失った。貴様のすべてを奪ってやる。ソニックを改造するつもりでいたが、貴様でも十分役に立ちそうだ。ソニックはハンバーグにして美味しく食っちまうんだな。楽しみだな。さて、最後に言いたいことはあるかな。あったとしても聞く気もない。今までに比べれば楽勝だよ。この前も爪楊枝一本でコンピューターの修理に挑戦したんだ。ピンチはチャンスに変えなくちゃね。わあ、落ちたらやばいな。うん、そうじゃの。見ろよこのパワー。このみなぎるパワーで狙っていってストライク。うわあ！
落とし前をつけてやろうぜ。なあ、師匠。我らの真の力を見せてくれよ。待ってくれよ。俺は腹が減って、もう我慢できんね。エミー、ナックルズ、返事してくれ。追い詰めたぜ。僕の罠にかかったかも知らずに愚かな。いいだろう、小狐を返すとしよう。テイルス、お前らテイルスに何をした。あら、従順なロボットにしてあげたの。貴様ら絶対に許さねえ。仲間とも戦えるのか。テイルス、やれ。何？すっかり騙されたぜ。さあ決着だ。やったね。次は装置を止める番だね。僕に任せて。なあテイルス、これ止まってないか？もう遅いわ。ロッキー衆に奪われたこの装置を取り戻すため、お前らには奴らを引きつけるおとりになってもらったというわけじゃ。そしてついに究極決戦兵器が完成だ。星のエネルギーを利用して生み出されるその破壊力は計り知れんぞ。貴様とも仲良しごっこも名残惜しいが、お別れの時間じゃ。やっぱこうじゃないとな。行くぜ、エクマン。やっぱり僕の言った通りだったでしょ。もっと信頼してほしいよ。悪かったよテールス、俺が悪かった。あ、それと奪ったエネルギーを星に返すよコードを書き換えちゃうね。エッグマンよりも僕の方が優れているってことを見せてあげるよ。ソニックめ、またあのフラガイを見つけゼティたちを操ってやる。エッグマンロッキー衆の復活じゃい。によー。はて、ジェットパックちゃん。おいエッグマン、こんなところにパーツを落としてるぜ。おのれよし、これで元通りだ。エネルギー発射。よかったな。よーエミ、無事でよかったな。ソニックとテイルスのおかげね。ま、俺がやってればもっと早く解決できたと思うけどな。そうかもしれないな。それよりいい天気だ、のんびりしようぜ。その顔、ちょっと汚れてますね。綺麗にしないと。いや、気持ち悪い。さっさとまたフラガイを探しに行くぞ。
おい、なんであのヒゲのこと言っちゃダメなの？機嫌を損ねる前に君の体を作ってもらわないと、また変な体にされちゃうだろう。なるほど、優しいね。ヒゲがどうしたんじゃ。